はい、こんばんは。10月4日、木曜日、午後10時31分を回りました。すいません。4語頻語な夜、第519回、今夜もどうぞよろしくお願いします。冒頭、また、写真を出しましたけど、明日、第13回目の、脱原発、宮崎ウォークが行われます。夕方6時。もうね、午後6時と言いますと、もう日没の時間に入ってきますんで、ちょっと、薄暗くなってきますが、時間通り午後6時スタートです。場所は、宮崎県庁本館、噴水広場に集合して、九州電力まで歩きます。ね、皆さん思い思いの格好でプラカードを手にして歩きますんで、まあこれは個人の資格で参加するということで、団体からの動員は一切ございません。まあ団体でもね、グループでもね、参加したければどうぞということで、何も、来るものは拒まず、去る者は追わずという感じなんでね。どうぞ、仕事帰りがてらに、または、西立に飲みに行く前にね、ちょっと、大声を出して、発散をして飲みに行こうかという方もね、どうぞご参加ください。僕も取材で明日も、カメラを回す。で、ユーストリームで、生中継をしたいと思いますんで、ここ、数回ほど70人ぐらいの参加者ございますが、やはりね、少なくとも100人ぐらい集めたいな。まあ、保守的な、土地ではありますけれど、まあ、こんなね、個人レベルで、抗議行動を継続している例というのは、近年、宮崎ではそうないと思うんですよね。ですんで、多くの方、党派、主義主張、団体を乗り越えて、ご参加をお願いします。よろしくお願いします。ということで、まだ宣伝をしました。もう一個宣伝をします。というか、これね、最近不義はというか、昔からね、こうやってあの、集めるのが好きで、趣味っていうわけでもなく、どうせ買うんだったら、こういったものがついてあった方が楽しいよね、ということで、あれこれ集めているんですけれど、またね、今日、先ほどコンビニに寄ったら、この UCC の缶コーヒー、ザ・コーヒー、砂糖ゼロというね、コーヒーを買ったらっていうか、もう上に、ついてるんで、あ、またフィギュアがあるなと思って狙って買ったんですけど、今回の UCC のは、世界の艦艇、艦船か、世界の艦船を、というところが監修した最強の艦艇コレクション、全8種類、日米共演ということで、今回ゲットしたのはナンバー2、日本の、海上自衛隊の、汎用護衛艦高波。これ自分で作るというタイプのフィギュアなんですけれど、これゲットしました。結構ね、数が少なかったんで、まあ、これも人気があるんだろうなということで、またこれも集めたいと思います。で、この助っ人の方もね、もう数が少ないんで、あちこちコンビニを歩き回って、どうせコーヒーを買うんだったら、こういったフギはおまけのついてるのを買いたいなと思ってますんで、もし皆さんも、コンビニで見つけましたら、こういったフギを買ってみると楽しいのかなっていうところでございますんでね。
はい。ということで、先ほど、今日もね、ある方のお嬢さんを、塾からお宅までお送りして、先ほど帰ってきたんですが、もうね、宮崎市内は、今日から秋休みに入るということで、秋休みいいなと思ってお話をしたんですけれど、何のことはない。3連休に2日休みをプラスして、5連休5日しかない秋休みだそうですね。秋休みというか、ちょっとインターバルを置いたっていう形の休みなんですよね。秋休みって言うんだったら、1週間か2週間ほど思いっきりドバッと休んでもいいと思うんですよね。その分夏休みを少なくして、夏休み早く終わらせて、お勉強をね、ちょっと早めにするっていう風にして調整すればいいわけで、まあ秋、これからね、いろんなイベント、神武様とか、いろんなイベントも行われるわけであってね、なんというかもうちょっとね、5日ではなく、1週間、2週間ぐらいはね、2週間は長いか、1週間か、1週間ぐらいはね、休みがあるといいのかな、というところでございます。まあね、冬休み、まあ、東北地方とか雪の多いところは冬休みが結構長いんですけど、こちら南の国は暖かいんで、そんなに冬休みを長くする必要もないと思うんだけれど、まあ、でも年末年始に入ってくるからね。まあ、はい、まあ、いつかも休みがあるっていうのはまあいいのかな。はい、ということでございます。今日はね、迷惑メールに関するお話をしようかなと思っているんですが、昨日ブログの方に、3連発で、迷惑メールに関する記事を掲載したんですが、最近の迷惑メールっていうのは、こういったことに、こういった内容に騙される男っているの？っていうようなお笑いのネタのような内容のメールが多いんですよ。な、僕から見ると、もう笑ってしまう、ブログのネタになるようなことをよくまあ送ってくれるなっていう、文章力のなさっていうか、想像力がないっていうか、どうせね、人を騙すんであったら、もっと想像力豊かに、創造性豊かに表現しないと、もう一発で、あ、これダメだよな。夢も何もねえよな。昔のね、迷惑メールはね、リアルで、現実的で、あ、もしかしてっていうような、リアル性が、リアリティがあったんですが、今のは、何これ、こんなのありえねえよな、っていうことなんですよね。まあ、僕のやつは全部 Gmail で受信していて、Gmail の方も賢いので、自動的に迷惑メールの方にフォルダーに入っているんで、わざわざ Gmail の迷惑メールフォルダーを開いてみると、ドバッと来てました。で、それ見ると、もう笑える内容の迷惑メールがあったんで、あと、昨日3本ほど記事を書いたんですけれど、それ紹介しましょうか。と、ブログを開くんで、と、インターネットの速度が落ちるかもしれませんけれど、フラッシュ、出会い系サイト、フラッシュというところから来たのがですね、国境なき医師、篠田明子。これシリーズで、サスペンス劇場かなんかのタイトルになるような、またドキュメンタリーのタイトルになるような、国境なき医師、篠田明子シリーズというのがあるんですよ。この女性を、当然、架空の女性だと思うんですけれど、なんか面白いですよね。で、紹介しようか。ってか。はい。ちょっとインターネットの速度が落ちますね。はい。発行元、フラッシュ。件名、国境なき医師、篠田明子。件名が長いんですよ。その名前があった後に、寄付金5000万円の
送金に時間はかけません。あなたの銀行口座に必ず送金が実現できます。何の寄付金ですか？なんでお金を送るんですか？ということ。国境なき医師って、いわゆる国境なき医師団、ね、の名前を借りてやってる、病院の先生が、なんで僕ら一般個人に5000万円を送金するんですか？という、なんかわけのわからない、件名です。で、それちょっと、そこにはね、件名しか書いてなくて、届いた HTML 形式のメールに本文を読みたければ、ここをクリックというのがあるんで、試しにクリックで見てみました。たら、出会い系サイト、というか、そこね、出会い系サイトというか、ソーシャルメディアサービスみたいな名前で紹介しているんですが、そこ、なんて書いてあるのか、確認しましょうか。ちょっとインターネットが途切れます。はい。問題ないですね。寄付金5000万円の送金に時間はかけません。あなたの銀行口座に必ず送金が実現できます。もし、なんとかさんが、ここね、サイバーさんって、俺だよなっていう名前が入ってるんですよ。あれ、固まった。ちょっと待ってください。いいかな？もし、サイバーさんが、なんで僕の名前、サイバーって分かったんだろうっていうところ、また後でお話をしますけど、ちょっとインターネット固まってますね。ちょっとデータ速度が落ちてます。すいません。はい。もし、サイバーさんが、この寄付金を受け取り、子供たちを救うという、今回のお話に対して、想像で、ありえない、などと思われているのでしたら、まずは、ご説明をさせてください。寄付金を受け取って子供を救う。なんかわからない。どうしてサイバーさんに私がこのように連絡をしているのか、すべてをお話しします。ちょっとインターネット切れましたね。すいません。お話を聞く前から判断されることは正直辛いです。誰が辛いのか分かりません。文章に主語というものがありませんね。次には主語があります。私は子供たちの命を救おうと必死に連絡をしております。難しいことは言いませんし、時間ももちろんかけません。どうかお返事をいただき、どうか力を貸してください。簡単なことで、この国の子供たちの命を救うことができるんです。この国ってどこの国？この国境なき医師の篠田明子さんはどこの国にいるんですかって何も書いてないんですね。はい、とだけでもお返事をいただけたら未来は開けるんです。誰の未来？僕の未来？子供の未来？国の未来？わかりませんね。どうかお願いします。子供たちに未来を見せてあげてくれませんか？あ、子供の未来か。なんで寄付金5000万円を僕が受け取れば子供に未来が開けるんでしょうか。全くもって意味不明のメール。これにコロッと騙されて、あ、そうか。俺が5000万円を受け取れば、そこの国の子供は助かるんだって考える男性はいないでしょうね。はい。
なんか続きます。どんなふうに続くと、こういった内容のメールがどん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 来ました。もうね、そこのフラッシュというサイトに行ってメールの本文を見るまでもなく、件名、メールのタイトルでもう笑ってしまうような内容があるんで紹介しましょうか。ここなき、すみません。ネットが止まった。ちょっと待ってくださいね。はい。国境なき医師、篠田明子。もうあと名前言いませんね。千人の子供たちを見殺しにするのでしょうか。アフガンでは貧困に苦しむ子供で溢れており、点々点のタイトルは切れてます。あ、この方、この先生は、アフガニスタンにいるんだな。でもアフガニスタンにいて、どうやって出会い系サイトのフラッシュにメールを送っているんだろう。アフガニスタンって、インターネットが簡単にできるのかなって疑問を湧きますよね。次、この子供たちの笑顔を見てください。あなたがこのメールを無視すれば、これから残虐なことが起こります。笑顔って写真はどこにもついてませんし、笑顔を見ることができません。さらに、こうしている今も多くの命が失われています。疾病、地雷、飢餓の三つに殺され続けている子供たちに愛の手をお願いします。だって来てますよ。あなたの簡単なご協力で子供たちの命が救われます。まずは、私はあなたにただお話を聞いていただきたいのでございます。あなたが寄付金をもらってくれればという以来長い件名なんですね。で、そういったメールがずらーっと来て、どうにかして僕にこの寄付金の5000万をもらってほしい。そうすると1000人の子供が救われる。なんかわけのわからんような、お笑いのネタになるような、なんか国境なき医師ってね、存在する団体に近いような名前を使って、篠田明子っていかにもいそうな名前ですよね。まだあるんですが、寄付金5000万円は未来の扉を開ける鍵なんです。その鍵を今はあなたが持っています。おお、そうなんだ。アフガンの子供の運命の鍵は今あなたの手にあります。そこまで言われたらもらおうかなと思うバカな男性はいないでしょう。もうこういった形で バン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 、最近10月に入ってからバーッとこの国境なき医師の篠田明子シリーズが続いているんですけれど、これ以外にもシリーズ化している メールが来ているんですけれど、紹介しましょうか。ちょっと待ってください。はい、その一つ。佐藤幸男シリーズ。これも架空の人間でしょうね。佐藤幸男という女性の名前で、何通かメールが出ます。もう読まない。もう読む方が恥ずかしいです。恥ずかしいので もう読まないんですけれど、他にも、ちょっと待ってください。他もね、婚前由美シリーズ。結婚する前の由美さんという方から5通ほどメール来てます。なんだろうね。で、結婚する前の女性がお金あげますって何考えてるの？っていう、この表現力が乏しい内容のメールなんで、こういった内容に騙されちゃう男性はいないでしょうね。
と一通読んでみましょうか。なんだ？結婚するのって、すごく、大変なんですよね。婚約者に水商売やってたことがバレて大騒ぎ。さらに、それで溜まっていた貯金まで見つかって、今すぐそれを処分して、さもないと別れると言われて困ってますということで、このユミさんが、水商売で貯めたお金を、婚約者の方が、これ処分しないと結婚しないということで、そのお金をもらってもらえませんかっていうこと。変ですよね。水商売で貯めようが、お金がいっぱいあるんだったら、新婚旅行に使うとかね、家を買うとかね、そうすればいいのに、なんで俺がもらうの？というバカな内容のメールです。はい、飛ばします。次はこれ。ちょっとね、僕よりも年上のお姉さんというかもう、初老のおばあちゃんという方のメール。初絵、67歳。これもシリーズで何通来てる？ 1,2,3,4,5,6,7、初絵、67歳。初絵です。まずは、贈与税のかからない100万円だけお受け取りいただくわけにはいきませんか？どうしてもあなたに受け取ってほしいのです。財産分与。これよくあるんですよ。海外の迷惑メールも来てますよ。ドバイの大富豪のお父さんが亡くなって、その莫大な遺産が入っているんですけれど、その遺産を相続すると税金かかっちゃうんで、それを海外の無知らずの人間に分配したいんですよ、みたいなメールがね。これと同じようなメールなんですけれど、発生です。本当に100万円を受け取ったら、さようなら。でも構いません。構いません。何かのお役に立てれば幸いです。発言です。私にできることなら何でもします。まずは、サイトに預けた100万円をお受け取り願えませんか？何が何でも100万円受け取れって、なんだろうな。本当だったら、本当もらえますよって、いうことなんですけれど、そういったことありませんからね。これ、今シリーズ、そのね、3シリーズ、4シリーズか。国境なき医師、篠田明子シリーズ、佐藤幸男シリーズ、婚前由美シリーズ、初絵67歳シリーズ、この4シリーズ来てますんで、今後どう展開していくのか、これでなんか、ショートストーリー、ショートムービーができるなとかね、思ったりするんで、これ面白いな、これ本にして、ショートストーリーのお話ができそうな感じなんですけどね、ちょっと様子を見てみたいと思って。じゃあなんで、このフラッシュというソーシャルネットサービスに僕のサイバーという名前があったんですか？もしかすると大谷さん登録してませんか？という声が聞こえてきそうなんですけれど、仕組みは簡単です。あれ、すいません。僕のメールアドレス、Gmail のアドレスは、インターネットに公開してます。これ仕事上連絡を取るためにあちこちに、僕のサイバーから始まる Gmail のアドレスを公開してるんで、それを勝手に拾ってるんですよ。で、その Gmail のアドレスの最初の文字を使ってサイバーで出してるんですよね。それも実際、このフラッシュっていうサイトに行って、プロフィールの変更をクリックしてみると、案の定、ピンポーンでした。サイバーというニックネームと、僕のメールアドレス以外は、だらめなことが書いてました。これもブログに書いてますんで、また後でごゆっくり見ていただけると、なるほどね、ということがわかるかと思います。彼ら、悪質業者は、手段的には
昔と変わりません。インターネットに転がっているメールアドレスを拾ってね、それを自分とこのサイトに貼り付けて、まあ、一方的にメールを送っている。で、それを見た相手が、あれ、もしかして俺これ登録したかな？ということを狙って、プロフィール変更でね、ちゃんとした正式な情報を盗んじゃおうという、もうこれ古い手口、もう何年も前からあった手口なんですよね。それをまた引っ張り出して使うっていうのは、よく言いますよね。災難は忘れた頃にやってくるという手口で、もう新しい手口が流行ってくると、古い手口はもう誰も使わないだろうなと思うでしょ。だけどインターネットでは古い手口っていうのはもうみんながもう記憶にない、覚えていない。もう2、3年もすれば、ああ、こんなこともあったのかなということで覚えてないでしょうね。2、3年サイクルで古い手口を引っ張り出してまたやってくるっていう手法なんで、もう単純バカ。業界の連中はね、もう単純バカでございますんで、こういった手口に騙されるという方が、ちょっとおかしいですよ、というところになりますんでね。もう文章を読めば、こんな内容で騙されるっていうことはないと思うんだけどね。はい。で、ブログに3連チャンで、記事を書いたら、早速、いろんな方に読んでいただきました。ありがとうございます。まあ、こういった迷惑メールに関する情報は、皆さん欲しがっていると思いますんでね。またこれからも、どん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 迷惑メールの情報を、まあ、僕の場合には、まあ、面白おかしく、茶化してるって部分もあるんですけれど、まあ、それは、裏を返すと、こんなのに騙されてはダメですよ、という警鐘でもありますんでね。まあ、僕のブログで楽しみながら、あ、そうなんだ、こういう手口があるんだ、よし気をつけようっていうふうに思っていただければ嬉しいかなと思います。はい、ということで、なんかね、本当、お笑い、コントの漫才のネタになるような内容ばかりで、まあ、逆に言うと、国境なき医師、弾がついたら、これはその団体に対する、また、誹謗中傷とまではいかないと思うけれど、まあ、ありもしないことを書いたということで、裁判になる可能性はあるかもしれませんよね。名称の使い方ということは、今後、注意していかないといけないと思いますよ。あ、すいません。はい。でね、僕のブログの記事を見ていただければわかるんですけれど、まあ、今日の10月4日木曜日のトップの記事、に写真が貼ってあります。新サイバー犯罪研究所ファイルと。宮崎県庁前の写真なんですが、そこにモザイクを入れてるんですよね。これ宮崎県で起きたインターネット初の大きな事件が前知事の時代にあったんですよ。この連中は宮崎県庁前だけではなく、帯状、ニュータバル基地、いろんなとこに出没をして、いろんなことをしているということで、もう現在それを写真にモザイクを入れて紹介しているんですけれど、まあ、何年前だったかな？ 2007 年、あ、また切れた。2007年か2008年、2008年か。はい。全裸で、もうすっぽんぽんですよ。パンツも、ブラジャーも、はめてない、すっぽんぽんの女性が、コート一枚羽織って、パッと県庁前に、二人、立って、パッと見せて、写真撮って、パッと逃げていったという、まあ、連中、いわゆるなんだ、露出狂、露出マニア、そういったホームページがあるんですね。露出マニアの。そういった連中がグループで、
ニュータバル基地とか、帯状とか、あちこちに出没をして、それを自分とこのホームページに貼ったんですね。それでも大騒ぎになって、宮崎県庁の前でということで、軽犯罪法違反かなんかになったはず。だって、敷地内の噴水広場の手前ですから、これはもう、不法侵入というか、軽犯罪法違反ですよね。捕まりましたよ。で、このサイト運営者は、飲み屋のオーナーさんでしたっけ？結構その当時はね、結構2チャンネルの掲示板でも盛り上がってましたけど、たった4年前の事件なんですけれど、こういった事件を、そういったのがあったんですか？という人も多いので、もうインターネットってもう1年2年過ぎると過去のものという意識があるんですよね。で、そんで、そこにつけ込んで、迷惑メールで昔の手口を使って騙されるっていうことになってくるんですよね。そのあたり、もうずっとね、継続して警鐘を鳴らしていかないといけないと思いますんで、くれぐれも迷惑メールには気をつけましょう。もしなんかトラブルとか問題が起きそうであれば、僕の方にご連絡を。起きた後ではどうしようもありません。僕の、言って悪いけれど、知り合いの学校の先生の子供さんが、出会い系サイトで6万いくら金払えって言われて、お金払った後に、僕のとこに相談にやってきたんですけれど、もうお金を払った後での相談っていうのは、もう相手の業者がどっかに逃げてしまえばね、住所も確認したら、そこには誰もいなかったんで、もうとんずらした後、まあ、もうお金は返ってこないよ。お高い勉強料を払ったと思えば、それでしょうがないよっていうふうに言ったんですよね。お金払わないといけないという段階で、僕に相談があれば、未然に防げただろうな、というところなんですよね。なんか、相手の要求に乗ってはいけません。金を払ってはいけません。お金を払う前に、ちょっとご相談があればね、もうこれは払う必要ないですよ、というような判断ができますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、今日は得意分野のサイバー犯罪の防犯関係のお話をしてみますけれど、参考になったでしょうか。また僕のブログの方でね、これからも、迷惑メールに関する情報、今多いのが、ちょっとインターネットの今日は速度が安定しませんね。BCAS カード。ね。あれの今、偽物カード。これはもう、逮捕者が出てますし、違法行為なんですが、それを ACAS カード。オールビューキャスカードみたいな感じの名前を使って売ってる悪質業者がメールをどんどん送ってきているんですけれど、それも詐欺ですからね。また、無料で有料放送が見れるっていう B キャスカードの仕組みが今後変わっていきますんで、もう使えません。そういった A キャスカードを、いくらで売ってるか分かりませんけれど、それを購入したって使えませんので、ね、そういったバカな詐欺に遭わないように気をつけましょう。どこにも美味しい話は転がっていません。美味しい話はないですからね。ね、コツコツと頑張ってお仕事をしていきましょう。はい、ということで、4号頻号な夜第519回、今夜は、迷惑メールに関するお話をしました。はい、明日金曜日、さっきも、言いましたように、脱原発宮崎ウォーク第13回行われます。はい。ですんで、もしね、お暇な方、時間がございましたら、どうぞご参加のほどよろしくお願いします。はい、それでは、今夜の放送、この付近で終わりにします。また明日もよろしくお願いします。失礼します。